こんにちは、吉谷さん。ドフトエフスキーを出してきましたか。確かドイツの作家で、白痴とか白夜とかっていう名作を書いた方ですよね。まあ、小学校から中学校にかけてかなり読んだ覚えがあるんですけども、もうだいぶ前のことですんでね、ちょっとだいぶ忘れてきましたね。で、今日はその時に私が一緒に読んでいた、ジッドっていうね、これも確かドイツの、フランスだったかな、作家のことをちょっと紹介したいと思います。まあ、その方はね、何だったかな、なんかすごく有名な作品があったんですけどね、その中で、幸せになる秘訣は快楽を得ようと努力することではなくて、努力の中に快楽を見つけることだみたいなことを言われてたんですよ。この作品がね、ちょっと待ってくださいね。結構なね、名作を書いてたんですけどね、狭き門だ。狭き門。あ、言葉だけが有名なんだ。この狭き門の中でそういうことを言ってたのかなと思います。ジッドですよね。その他ね、ジッドの作品ってのは、日本で翻訳されている中には、背徳者とか可愛い女とかがあるんですけども、まあ、この辺をね、小学校の中学校の頃に結構読んでて、まあ、その辺のね、引用っていうのは割と私会話の中で使ってるんですけども、あんまり気づく人はいないんですよね。まあ、当たり前ですよね。気持ち悪いですよね、そんな本いっぱい読んでたらね。まあでもドフトエフスキーのね、言葉っていうのは結構私も好きでね、思い出すことがありますね。だからあれでしょ、努力して快楽を得るんじゃなくて、努力が快楽になるっていうか、その、ある人が言われていたのをまた引用しますけども、何が輝くしくて素晴らしいかっていうと、夢に向かって努力すること自体が素晴らしいと言われてましたね。その先が夢をつかめない挫折であっても、その一点に向かうことを人は希望と呼ぶんではなかろうかと。逆に、努力って言葉を再定義するとしたら、どこかに向かおうとする、その、エネルギーのことなんじゃないかなって言うんですよ。だから努力のための努力っていうのは、まあ最も虚しくって、何かにたどり着くために困難を乗り越えていくこととか、わからないことをわかるにしたりとか、できないをできるにしていくことの連続がそうなんだというふうなね。で、しかもその手段の中にもちゃんと達成感っていうのがあって、ともすればそれが目的化してしまうことも多いということを言われてましたね。なかなかいいところから取ってきますね。ドフトエフスキーですか。有名ですよね。いらっしゃい。